パウル・ギースラーは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の、南ベストファーレンオークダク、ミュンヘン・オーバー・バイエルン大管区の大管区指導者、バイエルン州首相。第二次世界大戦敗戦の直前、アドルフ・ヒトラーの遺書によって、内務大臣に任命された。突撃隊隊員でもあり、最終階級は突撃隊大将である。年月日に、 プロイセン王国ベストファーレン州の人間にて建築家の息子として出生。弟に建築家であるヘルマン・ギースラーがいる。第一次世界大戦においては、1914年から1918年まで兵役につき、最終的には少尉にまで昇進した。戦後の1919 19年に鉄カブト団、前線兵士同盟に入り、1927年まで在籍した。 同年、ダルムシュタットで建築学を学び、1922年から1933年まで建築家として働いた。同時に1925年から1927年にかけてジーゲンの大役軍人協会の指導者でもあった。1922年にナチ党に入党し、同時に突撃隊に入隊した。 1924年には、ナチ党の演説者として活躍した。1928年1月1日に再入党し、1929年には、人間地区指導者及び大官区演説者を務めた。1931年1月に突撃隊に再入隊し、1932年9月9日に、突撃隊第130連隊の指導者に任命された。 1933年4月にジーゲンの市議会議員となり、11月の総選挙で当選し、選挙区18区選出のドイツ国会議員となった。1934年4月20日に突撃隊集団、ベスト・ファーレンの指導者代行を務めた。同年6月30日の長いナイフの夜、事件においては休暇中であったため粛清から難を逃れた。 1935年5月15日に突撃隊旅団、オルデンブルクイコール東フリースラント指導者。1936年9月1日にはミュンヘンの突撃隊集団、ホッホラント幕僚長、1938年7月2日からは突撃隊集団、アルペンラント指導者を歴任した。1937年11月には突撃隊中将に昇進。 1938年9月11日の第10回ナチ党党大会にも参加した。1939年から1940年まで予備役将校としてポーランド進行及びフランス進行に従軍した。南ベスト・ファーレン1941年8月大韓区指導者に任命されるにふさわしいかの評価を受けるためにミュンヘンの党官房に派遣され、 大韓区指導者代理の階級を与えられた。9月6日に、常勤の党政治指導者となり、突撃隊の役職を辞し、突撃隊集団、アルペンダント爆料の突撃隊予備役指導者となった。11月9日より、失脚したヨーゼフ・バグナーに代わって、南ベスト・ファーレン・オークダク指導者に任命された。ミュンヘン・オーバー・バイエルン百四十二年六月十三日からは、 重度の脳卒中になり、ほとんど活動できなくなった、ミュンヘン・オーバー・バイエルン大管区指導者、アドルフ・バグナーの政務代行を務めた。また、バグナーが務めていたバイエルン州内省及び、教育文化省の職務も代行した。同時にミュンヘン・オーバー・バイエルン大管区の大管区、労働配置管理官、大管区住宅委員も兼務。バイエルン州首相であるルートビヒジーベルトが死去すると、 11月2日に、収支省及び財務省、経済省の座を引き継いだ。また16日には、南ベストファーレンとミュンヘンオーバーバイエルンの国防管理官に任命された。1943年1月13日に、ミュンヘン大学創設470周年、記念演説を学生及び教授陣を前にしていったが、それが原因で暴動が起きた。6月18日に、 南ベストファーレンの大韓区指導者と国防管理官の地位をアルベルト・ホフマンと交代した。1944年4月12日にアドルフ・バグナーが死去すると正式にミュンヘン・オーバー・バイエルン大韓区指導者に就任。またミュンヘン・オーバー・バイエルン、シュバーベン、オーバードナウ、ザルツブルクの大韓区を管轄する南部国防管理官に任命された。9月25日からは 国民突撃隊ミュンヘンオーバーバイエルン指導者に任命された。1945年3月にアメリカ軍が近づくとダッハウ強制収容所にいる収容者の殺害を計画し拒否した南新衛隊及び警察高級指導者のフリードリヒカール・フォン・エーベルシュタインを当官傍聴マルティン・ボルマンの命令で敗北主義者として全官位を剥奪した。 4月27日に起こったバイエルン自由行動の反乱を親衛隊の力を借りて鎮圧。この時に反乱に加わった市民がベアボルフによって殺害されるペンツベルクの殺戮の夜事件が起こった。同日ミュンヘンから逃亡。ヒトラーの遺書においては内務大臣に内定された。1945年4月30日に妻と共にベルヒテスガーデンに移り、 5月8日に妻と母親ともに自殺した。ありがとうございます。